こんにちは、マースケチャンネル3です。車買った時ですね、ここの、助手席側のシートがですね、あんまり完全に倒れてないので、でどうやってやるのかなって、こう完全にこうフルフラットシートにするにはどうしたらいいのかなと思ったらですね、助手席の座席のシートを持ち上げると、ここが小物入れになってるんですけども、でこの首のところをこう外しまして、で倒すと完全にこう横になるとということで、ちょっと後ろに移動しまして、で倒したのはこんな感じですね。もう完全に俺身長175ありますけれども、こんな俺でも余裕で、寝ることができます。でこっちのスペースには、まあ折りたたみ式のね、アウトドア用のテーブルでも持ってきて、ならこの中で例えば、じゃあ車中泊して、室内ですからね、まあ室内用のバッテリー買うとか、まあ簡単なカセットコンロ換気すればね、カセットコンロも使えるでしょうし、でまだ 前にも言いましたけど、ここに電源ソケットなんかをね、こことかここを入れて、まあ、ここはもうライトとかつけるかも、つくようなんですけど、でここに小物入れになってますし、ということで、このぐらいの装備で、まあ、車中泊、まあ、余裕でできるんじゃないかな。まあ、ちょっと車中泊じゃないけども、じゃないけどデイキャンプとして、どっかちょっと出かけて、ここに横になって、コーヒー飲む程度のこともできるということで、今回は、助手席を上手に倒すことができましたよという動画でした。以上、マースケでした。ご視聴ありがとうございました。